じゃあ次はですね、ここはまあ、ゴールドさんですね。やってまいりました。はい、じゃあ、あの、シンクフィットネスさん、ゴールドジムさんの方のですね、ブースの方にやってまいりました。なんとですね、もういきなり、あ、隠れちゃいましたけど、ちょっとサザンこっち来てくださいよ。いきなりビッグネーム2人が、いや、ちょっと、深海を出してくるっていうね。いやいや、そこはダブルバイで出すんじゃないんですか。いいですか、ちょっと、ごめんなさい、じゃあ、すみません、じゃあ、商品紹介からさせてもらおうと思うんですけど、こちらは、これクエン酸ですね。クエン酸ですか。はい、これ、以前からあるゴールドさんのクエン酸です。はい、ちょっといただきます。いただきます。あ、美味しいですね。あの、クエン酸って結構この酸味がぐーってきついのあるじゃないですか。それそんなに濃くないから、ね、脳にあまり来ないですね。やっぱ酸味の苦手な方も多いですので、飲みやすいです。ならないようにしていただいちゃっていいですか。はい、これはちなみに何ですか。これがあのプロテインドリンクで、プロテインパックに入ってるプロテインですね。あ、あの 200cc でしたっけ、あのちっちゃいタイプなんですよね。はい、で 24g も、こんな感じです。これで1本で 24g カバーですか。はい、はい、でもゴールドさん、まあ、うちも味が売りなんですけど、ゴールドさんの商品全部美味しいですよね。いや、面白いことじゃないですか。いやいやいや、あの、まあ、結構うちは自信持ってるんですけど、でもゴールドさんのはいつも美味しいなと思います。まあ、やっぱりね、気を使う部分でありますから、やっぱり美味しく飲めるように、ね、加藤さん、あの、開発されてますからね。こちらはちなみに何ですか。これもあのプロテインのドリンクなんですけど、これはもうホエイで、あのペットボトルのやつ。そうです、はい、あー、なるほど、あの40 1本で 40g 取れるやつですね。はい、なるほど。これも美味しいんですよね。ヨーグルトフレーバーです。あ、こっちがヨーグルト、こっちがあのグレープの、はい、うん、美味しい。これあれですよね、あのラクトクリスタル使ってらっしゃる、ね、あの WPI の非常にあのいい声使ってらっしゃるんです。これもいただいちゃっていいですか。はい、一応これ他のメーカーさんも使ってますね。そうですね、これですね。これは、グレープですね。いただきます。あ、美味しいですね。あの、やっぱこのレディーズドリンクになってる、持ち運びのペットボトルになってるのはすごくいいですよね。いつでもどこでもね、完食でもすぐ飲めますし。はい、じゃあすいません、井上さん、すいません、もうお待たせして申し訳ございません。井上さんの方もちょっとなんかコメントをいただければと思うんですけど、はじめましてではないと思うんですけど。いや、ですけども、ずいぶん前だと。ちゃんとご挨拶するのは初めてかもしれないですね。はい、いつもお世話になります。こちらこそ、このもうバルクが、いや、遠目から井上さん出てもらえないかなということで、このバルキーな人に思ってたんですけど、なんか、まあ、見てらっしゃる方がやっぱりトレーニングしてらっしゃる方、実際ゴールドさんに通われてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかトレーニングされるところでこういうことを改めて気をつけるといいよね、こういうことをやるとすごくやっぱりサイズでかくなるの早いよねっていう、なんかポイントなんかありますか。ポイントというか、まあ、当たり前の話なんですけども、はい、まず大きくするためには、はい、肉体の破壊がテーマになっていますね。はい、重いものを扱ってしっかりこう破壊しないといけないというのがあるんですけども、はい、私 もう今年で57年になったんで、かなりね、アラカン状態になってきましたから、年を取ってくると破壊をしないとやっぱりその、ね、後退してしまうというのはあるんですけども、やることは年を取っても若くても同じなんですが、回復力がやっぱり落ちてくるので、そうですね、ケアの方をね、こう注意しながらやっていかないと、怪我につながってしまいますからね。だから、まあ、年齢とか自分 の疲労状態に合わせて、休ませるということをしっかり、破壊と休息をしっかりやりましょう。なんかあの、私も最近その回復がなかなか追いつかなくて、やっぱちょっとハードな、今週ハードにやったなっていうのがあると結構風邪気味になっちゃったりするんですけど、はい、回復で気をつけてらっしゃることがないですか。要するに若い頃の習慣っていうのは、はい、まあ、1週間に1回以上 そのトレーニングっていう同じ部位に対してね、はい、そういうアプローチをしてきたんですが、はい、例えば足とかそういうこの強度の大きなやつっていうのは、うん、もう一周丸々意図的に抜いてしまったりとか、だから、まあ、2週間抜く形になりますね、1回やめるとね。で、最初のうちは勇気がいるんですけども、うん、その方が逆にこう休み明けのトレーニングの時の感覚が良かったりとかね、パフォーマンスレベルが上がったりとか、で、その時に初めて若干痛みを押しながらやってるがゆえにちゃんとできてなかったのかなっていうのに気づくんですよね。だから勇気を出してこう休ませてやることもね、大事なのかなという。でも本当に勇気を持ってアクティブレッスンを取っていくってことですね。そうですね。なるほど。いやいや、ちょっとすごく勉強になる。なんかそこ僕もすごく悩みなんで勉強になりました。なかなかね、習慣をこう変えていくところは ね、勇気いりますからね。そうですね、はい、やっぱり本当に勇気を持って休むって、アクティブレッスンっていうのはなかなかやっぱりなんかやらなきゃって思っちゃいますもんね。
参考になります。まあ、怪我の予防にもなりますしね。ありがとうございます。すいません、勉強になりました。またよろしくお願いします。はい、じゃあ、佐藤さんにまた話を聞いていきたいんですけど、まあ、さっき今ね、飲ませていただいた商品なんですけれども、ちょっとまた一つずつなんかこうコメントをいただければと思うんですけれども、はい、こちらの、まあ、ペットボトルのタイプは、これは、まあ、特徴はやっぱりタンパク質がこう1本で 40g 取れる、ね、タンパク質 40g 取れるね、はい、もうやっぱりこう我々の、ね、お客様ですヘビーユーザーの方も多いですし、こうやって体作りを目指している方多いですから、まあ、しっかりタンパク質を取れるようにでも逆にビギナーの方だと2回分ぐらいになりますので、うんうん、まあ、場合によってはこう分けてね、2回分で分けてください。そういう方にはこっちのタイプもサイズも小さいですし、いいってことですね。そうですね。こっちがタンパク質1本で 24g、はい、じゃあまあ本当にサイズとか分けて飲む、ね、まあ、ヘビーユーザー、まあ、そこまで 40g いっぺんに取らないという人であればこっちのタイプもいいってことですね。そうですね。あとタンパクの組成もこっちのドリンク40のが濃いですので吸収が早いですし、はい、こっちのドリンク24のはカゼインベースになってます。こっちはカゼインなんですね。だから吸収がゆっくり。そうですね。そういうタイミングに分けて使い分けをしていくとよりベストなのかなと。じゃあ、 まあ本当にすぐに栄養、タンパク質補給がしたいときはこっちだし、例えば間食とかに使うのであ飲まれるのであればこういったものがいいと。そうですね。はい、なるほど。じゃあこちらのクエン酸はいかがですか。はい、クエン酸もこれも1本で4000ミリで、まあ、結構なるようなクエン酸が取れるんですけど、まあ、飲んでいただく通り、あまり酸味が4000ミリ、さっき飲みましたけど、4000ミリって 4g じゃないですか。そうです。 4g クエン酸取るって言ったらもう喉通らないぐらいですよね。そう、本来ですと結構酸っぱいと思うんですね。でもまあそこはやっぱり飲みやすくしてるっていうのはちょっとこう、まあ、気を使っているというか。なるほど、ありがとうございます。まあやっぱりサプリメントもそうなんですけど、やっぱり佐藤さんといえばですね、やっぱりこう日本を代表するボディビルダーですから、ぜひトレーニングのことを聞かせてもらいたいんですけど、なんかそのトレーニング、まあ実際見てらっしゃる方はトレーニング頑張ってらっしゃる方が皆さんですので、こういうことを気をつけてトレーニングすればいいよ、なんかアドバイスあればいただきたいんですけど。そうですね、まあやっぱりこう体作りっていうか、その筋肉を大きくしたいっていうと、やっぱりその筋肉に対する刺激だと思いますので、うん、やっぱりそのなんかいろいろこう、まあ、工夫しながらではあるんですけど、まあ、マンネリ化しないことが大切なのかなと思いますね。なるほど。そのマンネリ化っていうのは重量もそうですけど、例えばトレーニングの種目であったりとか、はい、まあ回数もそうですし、あ、なるほど。まあ、どっちかっていうとね、皆さんこうやっぱり重量を追い求める方っていうのは非常に多いと思いますけども、でもなかなかね、そうやって毎回トレーニングやってもそんなに重さも増えていかないと思いますから、そうするとじゃあマンネリ化できてないというふうになってしまうんですよね。でそういう時は例えばセット数とかレップ数を増やしたりとか、はい、重量だけじゃなくて回数とかを増やすとか、いろいろこう変化をつけてやる。そうですね、そうですね、はい、なのでね、そういうメニューをこう決めて同じことを忠実にこなしていくことも大事だと思いますけれども、まあ、あえてその違うことをやってみることも結構大事なのかなと思います。例えばまあ重量を伸ばしていこうと思うと、まあ、ずっと例えばベンチプレスやると、はい、今日より明日より明後日、はい、まあ、ちょっとずつ重量伸びていくとするじゃないですか、はい、それやっぱりその重量が頭打ちになった時とかに回数やレップ数やセット数を変えるっていうことをすると一ついいっていうことですかね。まあ、そうですね、ただまあ私個人的には頭打ちになってからどうこうじゃなくて、頭打ちにならないように日々変えていけばいいのかなっていう、停滞してから考えようとするとやっぱりこうアクションが一個遅れてしまうと思う。なるほど。だからそう、風邪ひいたら薬飲むのか休むのか、なんかこう栄養取るのかじゃなくて、風邪ひかないように工夫するみたいなイメージである。筋肥大が効果的に筋肥大していくペースを維持するために事前に手を打つ。そうですね。でもそれはもう事前にその、まあ、これぐらいの期間を持って次のステップをするっていうのはもう事前に決めてらっしゃるんですか。まあ、決めてるといえば逆にこう前のトレーニングはやらないっていうことを決めてるみたいな。じゃあ毎日例えば胸の日だとしたら、次の胸の日にはもう違う種目をやるってことですか。そうですね、違う種目や違うアプローチをするアプローチをするってことですか。ベンチプレス重たいの持ちたいっていう願望はあるんですけども、
それを繰り返していると同じことをやることになってしまうので、そこのこうなんか気持ちのやりたいこととやらなくちゃいけないことは区別しているという理由です。まあ、本当そのトレーニングされる方で、まあ、上級の方だったらまあまあそういう肌感でそのあたりの加減が分かるかと思うんですけど、初中級者の方だったらどのタイミングでそういうふうに変えていけばいいのかって多分分かりにくいと思うんですけど、なんか一つ目安になる基準とかっていうのはありますか？目安はやっぱりそのトレーニングした後のこう筋肉痛だったり疲労感っていうのは目安になると思うんですよね。じゃあまあ毎回筋肉痛が出てる、毎回ぐったりした感じに追い込めてるっていうのがあるようなければマンネリ化してるという判断。そうですね、だから同じことやっててもそのちゃんとした筋肉痛とか疲労感が継続してれば多分それはそのまま続けてもいいと思いますね。なるほどなるほど、わ参考になりますね。いやいや確かに分かんないんで、いやいや変えてるつもりですけど、めちゃくちゃぐったりするときと、まだ元気でできるときもやっぱりありますもんね。一応こう刺激を変えるように意識はしてるんですけど、それでもやっぱり毎回ぐったりするかっていうとやっぱりそうではないので、 そのあたりはすごく参考になります。ありがとうございます。それでこの体がね、ボディが出来上がる。この体見ても多分届いてないですから。いや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 、もうそんなこと言ったら日本国民に怒られますよ。いや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 。ということで、ぜひまたね、この今のアドバイスも参考にしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあね、ゴールドジムさんの方でマシンの紹介もねしてもらいたいなと思ったんですけど、まあどれが紹介させてもらうといいですかって話を聞くと、今回このトレッドミル、リーボックさんのトレッドミルが推しだということなんで、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこですかね、はい、なんか特徴はこれ、リーボックさんの商品はこれ新しく出たやつですよね。そうです、これは新しくこの展示会で初お見目で、今まで、ね、以前に赤いやつと青いやつと2つあったじゃないですか、はい、300と100でしたっけ。あ、そうですね、でよく知ってますよ僕、はいはい、ありがとうございます。でそれのカテゴリーがちょっと一つ上と思ってもらえれば、もう一つ上の300と100がいわゆる一般家庭向けだとするならば、ね、はい、これは一般家庭ではなく少し、業務用ではないんだけれども、はい、その中間層の方々、例えば病院のリハビリ施設であったりとか、あとはパーソナルジムといったような不特定多数の方がたくさん使うというよりかは、どちらかというと限られた人数の中で使っていただけるっていう、そんな機会です。なるほど、だから本当にそのもう無限に回り続けるっていうような業務用までいかないけれども、そうです、一応業務用、そうです、一般的なスポーツクラブが営業時間がまあ朝の10時から夜の17時までの十何時間やられる中で、この時はそこまでは対応はできないですけどっていうで、今まで のリーボックのシリーズの100シリーズ300シリーズと比べて、今回のものは何が変更になってるんですか？それぞれの部品の強度の強さももちろん変わってますし、当然あとはモーターが動力にあるんですけれども、はい、4馬力のモーターを使ってるので、はい、大体一般家庭向けの機械が、まあ、せいぜい2馬力ぐらいのモーターを使ってますから、そういった意味では4馬力のモーターなので、いわゆる業務用のトレーニングマシンの中でも 3.5 馬力のものもあるぐらいですから、そういうことを考えていただくと、準業務用だけれども4馬力のモーターを使ってるっていうところは割と評価できるんじゃないかなとは思いますね。一つはモーターですね、モーターと、あとはまあ強度で、このあたりステップの部分とか見てもらうと分かるんですけど、以前のリーボックのものはこれ確かプラスチックでしたよね。だけどこれはアルミですかね。そうです、だからここの剛性なんかも上がってると思うので、踏んでもへこんだりしない、そういった意味では本当にまあ業務用に、この側面もそうですね、ジェット300の方も基本的にはスチールを使ってますけれども、まあ、デザイン性も踏まえて、まあ、こちらの方の機械は少しグレードは上がっていると思います、はい、あと以前のジェット300シリーズはこのディスプレイがただ液晶ではなかったね、電光というかいわゆるまあ一般的なポピュラーなやり方です ね、はい、なんかテキストが見えるだけみたいなので、今見たところカラーでディスプレイになってますけど、これは何か変わってるんですか？基本的な操作はこちらの下のボタンでやっていただくんですけれども、はい、例えば一番右側のグリーンのスタートボタンを押していただくと、はい、通常のランニングマシンとしての機能がスタートするようになっています。こういうふうに下が動き出しますね、はい、でまずは大体が 0.8 キロ、まあ、これは1キロと表示出てますけれども、はい、1キロからスタートするようになってまして、で速度の上げるボタンのはこちらですね。なるほど、でプラスのボタンで 0.1 ずつ上がっていきます。なるほど、で4812というのは一発でこの数字に変えられるようになっていて、4を押していただくと4キロ、8を押せば8キロ、
で12を押せば12キロっていう形で速度がスピードがプラスマイナスのボタンで変更せずに変えていただくことができるんですね。でちなみに今度は左側のボタンが今度傾斜になります。例えば3というのはこれ 3%、 6は 6% です。で徐々に徐々に傾斜が上がっていくのが分かっていただけると思うんですけど、で最大で 18% 上がるようになる。表示はこちらで確認することができます。ちなみに 18% の定義というのは、だいたい車で高速道路を走るんです。この坂道は傾斜が何パーセントですか、あれと同じ計算になります。はい、今で18ですか、まあ、これからもうちょっと上がっていって最大で18までいきます。もう今でもだいぶ角度ついてますよね。そうですね。でもうそろそろ止まったので、これがもう 18% の角度ですね。なるほど、はい、分かりました。あとはこういうハートレート、心拍数を測ったりとかですね、ことによって心拍数が出るような。なるほど、なるほど。こちらに出ますね。まあ、そういったその一般的なトレッドミルとしての機能は全部揃えていて、あと特徴は剛性とモーターの強さですね。そうですね、まあ、業務用により近いようなまあ、作りになってるっていうことですね。なるほど。ちなみにあとはこういった音声ですね、スピーカーとの連動ができるようになってます。携帯とつないだりとか、携帯とつないでいただいて音を出して。なるほど、なるほど。あとはここが今ちょっとこれはですけど、はい、こんな形で。なるほど、まあ、iPad とか iPhone とかを入れて画面を見ながらられるできると。なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、もしこちらの方のマシンを導入したいという方は東京の本社にあります、シンクフィットネスさんの方か、はい、もしくはゴールドジムさんの方でお問い合わせいただければいいと思いますね。わかりました、はい、じゃあ、まあ、ぜひですね、皆さん、まあ、ご自宅でも結構ですし、まあ、接骨院とか、まあ、パーソナルジムとかでトレッドミルを置きたいなっていう方は、ちなみにお値段はおいくらぐらいなんですか、ね、これは定価で45万、税抜きの45万になります。定価で45万円、はい、まあ、普通の業務用トレッドミルだったら、まあ、100万、200万しますから、はい、そのことを思えば、まあ、かなり割安で業務用のマシンが手に入ると思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、本当にいろんな機能がついているので、まあ、ぜひ皆さんお問い合わせください。はい、どうも今日はありがとうございました。